回ご紹介するサイパンの観光スポットはマリアナリゾート&スパ内にあるシーサイドサーキットをお伝えいたします。このシーサイドサーキットは大人から子供まで楽しむことができる本格カートレース場でございます。そんなシーサイドサーキットで今回カートを乗り回してまいりました。どうぞこちらをご覧ください。サーキットにやってまいりました。さあここ、シーサイドサーキットでは、本格的なカートレースができるということでですねやってきたわけですけども、私車の運転には自信があります。でもカートは2回目です、まだまだ初心者ですけどもちょっとコーナーを攻めたいと思います。頑張ります。さあ、この、マリアナサーキットのですね、ジョーさんにちょっと説明をしていただきましょう。 Okay. This way, please. Okay. This side, this side. And then, this is your brake, brake. This one is accelerator. On corner, you have to press this one, release it. Together. And then, start on it.Press the brake and then start. おお、ブレーキをかけてスタートをして、左がブレーキ、右がアクセルということです。両方踏んじゃダメです。スピンしますから。どういうことか。Number four, slow down. And then number 11. And then number 15. Number 17. And then again, keep going. That's 15 minutes. Yes. Then last lap.Here, we're going to give you checker flag. Then, going. Moving close here. And then, yeah, beat in. Then here, slow down here. That's it. まあ、これが、見取り図になるわけですけども、これをですね、15分間、ぐる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 回ってですね、最後にピットインをするということで、チェッカーフラッグが上がった後に、ピットインということですね。これが、見取り図です。
爽快ですね。いやまあ、コーナーを極めたつもりなんですけど極まってないみたいですね。っていうなんか奥の深さがあるこの、サーキット場なんですけども、ここはあの大人から、お子さんまで、楽しむことができて、まあ、男女問わず、まあ、男性だけではなく、女性にもすごく人気があるということでですね、スピード強の方ぜひあのここサーキットでスピード違反を起こしてください。くれぐれも公道ではスピード違反は起こしちゃダメです。ここマリアナサーキットでスピードを感じましょう。さあ、今回ですねこちらマリアナサーキットで、カートで楽しいレースを、楽しむことができました。よっ、さあお願いします。サイパンの楽しい情報を見るならせー